皆さん、こんにちは。モノモースです。今日は、不死関係を確定と養育費問題について、一緒に考えていこうと思います。最近話題のニュース、突然ですが、想像してみてください。大学生時代の恋人との間に子供ができたら、皆さんはどうしますかこのニュースは、そんな重大な命のお話から始まります。まず、なぜこの話が注目されているかというと、別れた後に妊娠が分かった女性がおり、元からは認知、と養育費の支払いを拒否しているというもの、そして、手絶を迫られても拒否し、私弁護士に相談したのです。不死関係を確定て 続きににははは認知調が必要でで資産ととして dna 鑑定へと進んでいく流れは法的にはありますここで、私は皆さんに問いたいのは、父親はどこまで責任を持つべきか、ということです。個人的な意見としては、一度取り壊された命に対し、責任を持つべきであると感じます。なぜなら、子供が成長する過程で必要となる支援は親の義務であり、その子の人生に大きな影響を与えるからです。ただし、現在の日本の法律では男性には打胎を強制する権にはありませんし、結婚を拒否することは可能です。一方で、 子供費は子供の権利であり支払いが確定すれば法的資産により強制的に徴収することが可能です皆さんはここにコメントを寄せた多くの方がおっしゃるように子供を育てない支援もしないという状況にどう思いを馳せますか確かに子供が生まれれば親としての責任は生じます実は支払いを拒む親は案外多く存在し中には全くの無関心であるケースもあるのですしかし社会は変わりつつあります法的措置は進化し養育費の支払いがより厳格になり子供を守る環境が整備されているのですこれは明らかに時代の進化と ともに喜ばしい変化ではありませんか地雷を生き抜く力がこれからもさらに重要になっていくでしょう結局のところ育むか育まざるべきか支払うか支払わざるべきかもの,のの意味感に委ねられますしかし一度は生み出した命に対して社会は設けたルールや責任を無視することは決して許されるべきではないと私は考えます最後に子供の権利と親として持つべき責任この二つは決して軽視すべきではなく社会全体でしっかりと考え支えていく必要があるのではないでしょうか今日もご視聴いただきありがとうございました モノモースでした。